さあ、というわけでも、ヒットリン選手の実況ぶりとっていこうと思うんだけど、今日紹介選手が、こちらのね、アントニオ・シューバ選手ということで、まあ、これ多分、まだギリ指名企画で獲得できるのかな？ちょっとこの段階で出すかわかんないんだけど、多分まだギリ獲得できると思うんだけど、このアントニオ・シューバね、あの、指名企画獲得できる、20歳のね、非常に若手の選手、まあ、俺もね、あの、通常選手のアントニオ・シューバね、かなり昔に取り上げたことがあるんだけど、まあ、そのアントニオ・シューバね、かなりステータス上がって登場したということで、まあ、獲得してきましたと。で、結構通算試合数5回ってことで、もう割と、使ってるんだけど、まあ、ステータスね、見てもらってもね、あの、ディフェンスセンスとか、まあ、この辺ね、あの、軒並みしっかり高くて、なおかつね、こいつの特徴がね、俺、スピードと瞬発力だと思ってて、まあ、スピード82、なおかつ瞬発力84あるってことでね、まあ、ほぼ富安武弘と言っても過言ではないんじゃないかと。まあ、なんなら富安より、俺ね、市場価値高いと思ってるし、高いと思うんだけど、普通の富安より よっぽど上の選手だと思ってるんで、俺、アントニオ・シューバーね。なので、このアントニオ・シューバー、無料で獲得できるんで、ちょっとマジ、ぜひ使ってみてほしい、獲得してみてほしいってことで、まあ、多分ね、そのうちね、今、ベンフィカ、ベンフィカってトップレベルのさ、チーム行きがちじゃん、エンソフェルナンデスとか、まあ、あと、ジョアン・フェリックスとかね、まあ、その辺が上がると思うんだけど、どうせね、近い将来、かなりのビッグクラブにステップアップしていくと思うんで、もう今のうちにね、ぜひ獲得してみておいてほしいっていうことを、ちょっとこの動画でね、伝えたいんで、しっかり、試合の方でもね、活躍させていこうと思います、ということで、試合の方を取っていきます。では、どうぞ。さあ、ということで、マッチング者、MNM3 対戦よろしくお願いします。ネイマール本人か、今の。さあ、まず、調子が見ていきましょうと。さあ、まさかのアントニオ・シューバ、不調を引いてしまったが、気にせず使っていきます。そして、あとは、軒並み好調なんで、まあ、右のサマキュルにしていく、まあ、ぐらいなんじゃないでしょうか。ちょっと、なんか、好調の選手、少ねえな。よりによってセンターフォワードが3人とも好調なのは、ちょっとなんか、もったいないというかね、できれば他の選手も好調になってほしかった。まあ、やっていきましょう。てか、アントニオ・シューバ、不調が一番厳しいんだけど。まあ、不調でもやれるってところを、まあ、見せれればね、それが一番ベストだと思うんで、まあ、しっかりやっていきましょう。頑張ってね。多少あれだろ、不調でも、能力値が1ずつ下がるぐらい、そんな程度だろ、このゲーム。スカハバーズゲーから試合開始と、さあ、しっかりね、今回ね、アントニオ・シューバー。まあ、アントニオ・シューバーが、まあ、活躍しないのが一番ベストというかね、やっぱディフェンスとかが目立たない試合っていうのはやっぱ一番いいと思うんで、まあ、とりあえず、まあ、万が一は、アントニオ・シューバーに任せましょうということで、やっていきましょうか。さあ、ちょっと、ジェロスペンシンかわされて、あ、やばい。おお、危ない。おお、ナイスキーボー。ちょっと相手クロスゲーなんじゃない？これ、ヤンコレ使ってきてるからね。ちょっとできれば俺もね、誰だっけ？ハバーズもクロスゲーできると思うんで、ちょっと、クロスゲー対決やっていこうか。そしたらちょっとね、デラクルスと、デラクルスじゃない、ガルナーチョと、あ、やべ、もったいない。ガルナーチョと、右ウィング誰だっけ、サマヒルはクロス、あんま上手くないんで、若干そこは俺、クロスゲーできないんじゃないかと思ってるけど、まあ、とりあえず、うちは中央からでもね、サイドからでも崩せるんで、まあ、とりあえず普通にやっていこうか。普通にね、普通がベスト。普通が一番。そこはルーベンディアスのリクラシアですけど、さあ、しっかりヤンコレル、弾き返しようか。ナイスベスト、オッケーオッケー。ちょっと待って。ちょっとヤンコレルちゃんね、ちょっと怖いな、こいつな。さっきからちょっと紫ゲージが大量に出てきてる相手。ナイスデラクルス。ナイスデラクルス。素晴らしい。次、ガルナチョ。ガルナチョスピードあるんでね。さあ、ガルナチョ、ガルナチョ行くよ、ガルナチョ行くよ。もうパス下手くそやな。もうちょっとさ、もうちょっと遠くに、何やってんの、ガルナチョ、お前。こいつさ、AI 終わってる今の動き、ちょっと。ナイス、アンドゥシバ。アンドゥシバ、アンドゥシバ、お前ちょっとあんまり余計なことすんだよ、マジで。お前ちょっと、お前のいいところ見せたいんだから、お前余計なことすんだ、マジで。ナイスです。さあ、そして、いいね、バルベルデね。オッケーナイス、バルベルデ。このボックスボックスね。そこのボックスボックスを使いつつの、さあ、キープしてもらって、ナイスキープ。いいキープ。サスペンス。ナイスペンス。オッケー、これ、惜しい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 。オッケーナイス、サムヒル。ナイス、ナイス、取り切れ。オッケー、ナイス。素晴らしい。デラクルス。ウッディは。デラクルスー、惜しい。そこはデレクジータの攻撃と、さあ、しっかりと弾き返っていきますよ。さあ、前を取りつつの、ナイスドジと、そしてガルナチョ、ガルナチョ、ガルナチョ、アルゼンチン代表対決。さあ、素晴らしい。惜しい。ビエロ、ちょっと待って待って、やばい。オッケーナイス、ナイス、ナイス。パウトです、お前ちょっとまだ抜かれんの、お前。オッケーナイス。で、シンプルにこっち開いてるんでね。おい、お前ふざけんなって、おい、今の。赤色だって、赤色。お前さ、今のはちょっとさすがに俺ちょっと納得いかない。お前これ怪我したらどうすんだよ、キーパー、お前。はい、足裏見せてます、審判さん、これ。VR でレッドカードじゃないですか、これ。さすがに。ありえないんだけど、今の。そこはガスパのフィギュア試合だけど、ちょっとムバッペ今のちょっと審議だな、さすがに。今のプレイは俺ちょっと許せねえな、さすが一サッカーファンとして。あれでお前、カスパーお前ちょっとインター追い込まれたらどうすんね、年なんだぞお前、カスパーもう。36とか37なんだからさ。まあ、キーパーだからさ、まだね、選手寿命、まあ、多少はさ、まあ、いけると思うんだけどさ。まあ、あれでお前引退選手生命追い込まれたらさ、お前さすがにちょっと、納得いかないんだけど、マジで。ナイスガルナチョ？オッケーナイス。さあ、そして、ハーパスからの、いやー、それさ、ちょっと待って、ハーパスこけてるんだけど、今の。いや、ファールなかった、今、ちょっと見てなかったけどさ、ちょっと、サマヒル大丈夫？ちょ、みんなでさ、お前、ちょ、敵打とうぜ、カスパーの。オッケーナイス、ナイス、バルベルで。で、サマヒル、これちょっと、サマヒル、うまいんだね、これね。
あ、惜しい。あとのスペンシング。あ、スペンシング。あ、スペンシング。スペンシング。スペンシング。あ、お、ぶっ殺せ、ぶっ殺せ、ぶっ殺せ、ばい。アントニーシバ、オッケーナイス。さあ、これアントニーシバの寄せたことによってパス乱れたんでね。今のアントニーシバのいいプレイです。さあ、そしてガルナーチョからのこれ、間通りつつの、サーバツ。何サーバツ？して、一番右の方を取れるか左の方か。え、ちょっと待って、なんか出てきてるけど、しっかりと、ガルナーチョ、ガルベルトガルズ、イコラデラクルズ、オッケー。ちょっと待って、いやーもったいねえ、今のちょ、だってキーパー出てきたんだよ。アントニーシバ、ナイス。さあ、ヤンコールでもしっかり競り合うことができるというところを見せていく。そして、ベタクル。あ、そっちじゃねえな、お前。わざわざビエラにパス出すな、お前。ウトジェ、ウトジェ。ナイス、ベタクル。オッケー、ナイス、ナイス、ウトジェ。あ、これいけるわ、これ。あ、そっちじゃねえって、お前。イザラフスか、あ、ちょ、ウトジェ、ウトジェ、ウトジェ。逃がさ、逃がさ、逃がさ。あ、まずスペース、こっち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 、このさ、よくやられるやつやられてる。よくやられるやつやられてる。あぶれあぶれあぶれ。このさ、キックオフした瞬間からさ、たまにやられるんだけどさ、これ何なのマジで。一緒のコースはないよ。オッケー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 。さ、ガルナーチョしっかり薄ピラルでね。ガルナーチョ。ナイスガルナーチョ。これが俺は見したい。ガルナーチョいけ、ガルナーチョいけ。ナイスガルナーチョ。このまま次行くわ。このまま次行くわ。あ、これいけるわ、これ。ハマツハマツ。いやー、マジか、ルーベンディアス。美脚だな、こいつ。ナイスバルベンディ。オッケーナイスマジ。オッケーオッケーオッケー。これ多分ロベカルごとに負けないんだ、この男ね。負けないんだね、この男ね。バルベルデーなんでー枠は行けよ、攻めて。てか、無理して左足で蹴んな、お前。右足で蹴れ。そこはデレクジータのゴールキと、さあ、押してるのは確実に私の方だと思うんで、サンドイシバナイスアンドイシバオッケー、セカンドオッケー、ナイスオッケー、ナイスワンタッチオッケー、ナイスナイス、あ、ガラナチョ、邪魔しろ、ナイス、ガラナチョ。あー、ちょっとパス頑張って、ガラナチョ。ワンタッチ、タルパスくる、タルパスくる、タルパスくる。ナイス、ドジェ。ナイス、ドジェ。オッケー、素晴らしいパス。これ、強靭なパスだと思います、私は。して、デラクス、シンプルに、ガルジュ使いつつの、これ、イナルプサイバックするときよ。イナルプサイバックね。して、ウドジェ、ウドジェ、折り返して、折り返して、バルベルデからの、サムヘルか。サムヘル、あー、いいプレスバックからネイマールとは思えない。お、ありがとう。バーバス、あー、もう全然入んねえ。こんなプレゼントもらって外すやつがあるよ、こいつ。せめて枠行けよ。それがデレクジータのゴルキと、ちょっとね、いい加減決めないと、ワンチャンス決められて負けるみたいな悲しい出来事が、考えられるんで、しっかりね、アントニーシバー使うことによって、クリーンシート、そして勝ち切ることができるというところを、しっかり見せないといけないと思うんで、お、ちょっと、アントニーシバーどこ？アントニーシバーどこ？アントニーシバーどこ？あぶれ、あぶれ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 。ちょ、お前、カスパー、お前、ちょっと足今、怪我してんだからさ、お前ら、あんまりカスパーやらせてあげんな。そっちやねんって、まあまあ、結果ら結果ら結果ら。サーバーしっかりこれね、膨らんで、時間ため作りつつの、さ、しっかりガルナチョ使いつつの、これね、素晴らしいベンタクルね。して、シンプルに、バルベルデからの、ちょっとキーパーまた出てきたな、こいつな。え、ちょっと待って、いや、ちょっと、今のはちょっと俺のせいじゃねえな。お、シェフチェンコいんの、このゲーム。初めて見たな、シェフチェンコ。いや、素晴らしい。え、もうビエラ、なんか、こいつ守備範囲が、なんか広いわ、普通の選手より、どう考えても。ナイス、ウドジ、ウドジ、ウドジ、オッケー、ここはしっかりとアントニーシバね。アントニーシバ、お前、ディフェンス力見せてきて、アントニーシバ、オッケー。ナイスバトルス、スカード、ナイスデラクルス、強靭のプレー。そして、サムヘルスピードアルで運んでいくよ。これ、シンプルにさ、これ、いけんじゃねこれ。オッケー、ナイス、ワタッチ。オッケー、ナイス、バルベデ。バルベデ、もう一回、バルベデ、もう一回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 、バルベデ、見たび、バルベデ。ハマったー！もうお前さ、うちのキーパー削られてんだからさ、顔面蹴るぐらいやったれよ、マジで。アントニーシバ、お前、負けんな、負けんな。無理か、ナイスアンドニーシバ、アンドニーシバ結構頑張ってるからね。あーらー、リングホランドいい守備意識だな、こいつな。ベンナクル、ベンナクルも守備意識あるからね。オッケー、みんなりけ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 。ちょっとそういうしょうもないプレイすんな、マジ。しょうもないプレイすんな、マジ。オッケー、ナイス。して、ナイス、ウドジ。素晴らしいワンタッチ。からの、一旦デラクルス、一旦デラクルス。一旦デラクルスね、一旦デラクルスからの、一旦ハマって、インナラプスタルバック。この、ジェロスペースを使っていきつつの、して、もう一回待つね、もう一回待つね。オッケー、ナイス、ナイスペース。オッケー、いいよ、いいよ、いいよ、いい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 感じ運んでるよ。いい感じ運んでるよ。オッケー、デラクルス。オッケー、で、もう一回、もう一回。あ、惜しい。あれねえか。あ、ちょっと待って。やばいやばいやばい。ベタくる、ベタくる。あ、取って、取って、ガラナチョ、ガラナチョ、ナイスガラナチョ。素晴らしい。素晴らしい。あー、お前のパスだけは素晴らしくない。お前が決めたら勝ててんだからよ。もう、アントニーシバ頑張ってよ、お前。スタミナがね、アントニーシバ、やばい。ちょっと待って、みんな疲れてるわ。あ、やばいやばいやばい。お前、ちょっとほんと待って。アントニーシバ、アントニーシバ。あーっと！いや、お前、ちょっとさっきお前 J2 プレオフ見てたんだけどさ。完全にそれだよね。滑り必要あったってやつだよね、高橋裕二の。いや、まあ、ちょっとまあ、メッシだから大丈夫だと思うんだけど、まあ、多分真ん中蹴ってくると思うんで、いやー、もったいね。しかも、アディショナルタイム0分やないかよ。お前、多分キーパーに変えてくんだろ、そういうことやってくんだろ、こいつ。あ、違う、ネイマールか。え、ネイマールだったら俺止めれるぞ。左、いや、真ん中だ。